はい、こんにちは。こんにちは。やってきましたね。はい、どうですか今日はですね、この船橋の時計台で待ち合わせをしてるんですけど。今日船橋ですか。船橋に来てます。はい、船橋は来たことあります。私もあります。 お仕事で何回か、ここでプリティさんと待ち合わせしてるんですけど、あれセルフで、はい、いつもいつものいつも、よかった。ハワイよりも暑いし、天気は良すぎだし、日差しが強すぎ、市役所にはね、県会議員としては仕事でお邪魔してます、で市長にもね、何回かまだ、市長になる前とか今の市長になってからも、お話を伺ったことあるので、船橋のいいところをこれから市長にね、たっぷりと教えてもらいましょう。はい、はい、行きましょう。行きましょう。さあ、では行きましょう。はい、市長室に。市長室です。はい、行きます。あ、どうぞ。手を強めですけどね。はい、お疲れ様です。失礼します。失礼いたします。今日自らお出迎え、ようこそ。おいでくださいまして。どうぞ。はじめまして。え、はい、市長。いやいやいや、あの、こんにちは。市長ね、名前が変わってるんですよ。船橋の市長なのに松戸です。松戸です。またその話題、隣の松戸、その話題ですか。その話題から始めました。船橋市長の松戸さん、いろいろと教えてください。私ね、ミスタージャイアンツ大好きなんですよ。でだからプリティさんに会うと、もう本当にね、私の子供の頃のワン。実はね、調べましたら昭和29年馬年で同級生、でしかも私の中学の同級生がこの船橋市役所で働いてましたから、もう今定年退職いませんけど、多分一緒に働いてた人が何人かいます。あ、まあ、そういうご縁です。で今回お邪魔したのは、まあ、船橋といえば今ほら小松菜が大ブームじゃないですか。そうですね、もう船橋はね、あの小松菜とか枝豆とか今夏野菜ですけど、人参とか、もう少したら梨もあるんですけど、でも特に小松菜は、あの 若手の、あの後継者たちものすごい工夫してる、そうですね。特にあの西船橋、そうですね、西船橋を中心に小松菜がね、どういうわけか市長、あの小松菜ってのは、私市川に住んでると江戸川を越えた向こうが小松という地名、そこで本来は取れたから小松菜なのに、よく聞かれると思うんですけど、なぜなんですか。それは船橋でも松戸っていうぐらいだから。そう、うまい、うまいな。昔小松菜の発祥地でもある東京都の小松川地区と西船橋は縁組といって、両地域の間でお嫁さんの行き会があったそうです。そこから小松菜の種が伝わったと言われています。そして明治時代の後半になると、小松菜の生産が一気に広がっていったのです。船橋の小松菜って、あのすごくずっとあの工夫をして、あの品質とか高めてきたんですけど、プラス、あの生産者たちが飲食店の人たちとレシピを考えたり、そうですよね、で小松菜ハイボールとか、もういろんなもうアイデアを、どん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 出していって、だからファンをいっぱい作った。あの枝豆、7月といえばもう暑くなって、ビールと枝豆ってほらナイスバッテリーじゃないですか。堀内と森みたいなもんで、いやこれこんな古い、古いですね、古いですよ、だって年代的そうだな、すぐ分かりますね。もっとあのジャストミートするようなものが枝豆ですよね。そうですね、だからあの小松菜プラス枝豆で、もう夏を満喫できるっていう ね小松菜パワーを早速体験してもらいましょう。ということで、西船なんです、西船橋、船橋やって書いてあります、楽しみですね。ここが元祖です、はい、小松菜ハイボールの元祖の店です。じゃあ行きましょう、じゃあ行きましょう。こんにちは、お邪魔します。お邪魔します。すいません、お邪魔します。ちょっと作ってるところ見せていただけますか。今入れていくのがハイボールです、ウイスキーと、炭酸で割ったものですね。もうハイボールの状態で出てる。そうです、はい、今ハイボールのみが、今から入れるね、すいません、慌てさせちゃってね、申し訳ない。あ、もうペースト、はい、じゃあ小松菜のペースト、これが小松菜ハイボールの主役、ペースト状になっています。匂いは、あ、全然なんか青っぽい匂いとかしないです。しない、青臭さとか全くない、なんか爽やか。ほんと小松菜を入れて、企業秘密ではなく、グレープフルーツのシロップですね。生の小松菜を一回ボイルしたものです。ボイル、はい、ボイルしてミキサーでかけたものですね。
心配してましたけどね。はい、できました。これが船橋名物の小松菜ハイボール。乾杯。船橋屋万歳。お味は？美味しい。ああ、なんかね、思ってたのと違う。すっごいさっぱり。はい、プリティさんもこの表情。13店舗、14店舗。今あの船橋といえば、もう飲み屋さんに行くと必ずなければいけない必須アイテムが今これ。でもここが小松菜ハイボールです。その元祖がここなんです。本当美味しいでしょ。美味しい、本当でしょ。まさに地元の生産者の皆さんが作り上げた結晶の賜物。小松菜パワーを味わったところで、マヤのマジック開始。じゃあちょっとですね、こう空き缶を持ってまいりまして、ちょっと一応もう中身抜いてあります。はい、あの持っていただけますか。中身入ってますよね。はい、でこの空き缶と、もう一個ちょっとお借りしたいのはですね、小銭。小銭、小銭、コイン、コイン。はい、早速コインにサインをお願いします。船橋の夏でしょ。これずっと気になっちゃう。隣なんだよね、松本。はい、ありがとうございます。設定いただきますね。ちょっとカメラにサインを見せたいなと思って、はい、え、ま、こちらがルで、反対側がマと書いてありました。松本徹なので、上から下で丸にあるんです。あ、なるほど。いきます。このコイン手に持ったままどうするんだ。ええちょっと感触ありましたね。ありましたよ。で、何があった。え、何があった。なんか金の延べ棒が入ったんじゃないか。ちょっと一応サインが先ほどと同じかどうか。あ、ちょっとかすれましたけど、でもこう書いた通りですね。間違いないですか。間違いない。はい、ありがとうございます。さらに皆さんの笑顔が見たいと、予言のマジック。予言のカード持ってきました。小塚さん、すみません、ちょっとね、はい、こう下からこんな風に持ってて大丈夫です。はい、はい、ちょっと景品みたいになってますけど、はい、そのまま動かさず、はい、で、あの途中で誰かこうすり替えたりしないかどうか、はい、ちょっと見張り役でね、はい、お好きなカードを選んで、はい、じゃあちょっと僕以外の皆さんでまず覚えていただきたいと思います。スペード、ハート、クラブ、ダイヤで5種類目のマークを作るとしてはどんな形がいいですか。あ、じゃあ八角形ですね。八角形、八角形、はい、はい、ちなみに何でしたっけ。ダイヤの4。ダイヤの4、はい、ありました、ダイヤの4。これは市長が選んだカードだけど、はい、ダイヤの4っていうのは、じゃあちょっとこれ持っていただけますか、はい、ダイヤの4、今たまたま市長に触っていただいたカードがダイヤの4でした、うん、で、たまたま言っていただいた図形は八角形でしたね。まあ、すぐで質問する前にちょっとこちらに予言があります。ちょっとこれパコッと蓋開けていただいていいですか、ね、はい、上に引っ張っていただくと、ありがとうございます。で、これですね、実は広げると同じダイヤのように、いや、お見事。皆さんの明るい笑顔をいただきました。さあ、次はどんな笑顔と会えるのか。ありがとうございます。解決パス。来週もお楽しみに。